ありがとうございました。就職したって言ってたよね。仕事何やってたの？なんで辞めちゃったんですか？飯塚さん。大友さん、はあ、久しぶり。私は今までそういう夢とか目標って何もなかったから。いやでも毎朝起きてこうやって働いてるだけでもめっちゃ楽ないですか？他の人はちゃんとやってんの。じゃあうまくやれない私が悪いのか。そんな正しくなんて生きられないよ。だから飯塚さんは大丈夫。